ディオールだなんぼのもんじゃい。はい、というわけでなにわの狂犬、フェスバンクールのボーカル春です。イエー。というわけでね、電流爆音デスマッチもうすぐ、6月に東京と大阪で開催されるということで、まあね、今回は関東と関西のぶつかり合いみたいなところもあって、まあそんな中、ディオーラの、余暇、一言物申すボーカリストとして、まあ余暇は第一印象は写真で見たときはすごい、まあ、なんちゅう目つきの野郎だと思ったところがあったんだが、実際会ってみたらなんと誠実に独裁してるんじゃねえか関東を。え、うん、もう誠実に音楽をやってる、そんな素晴らしい余暇のパフォーマンス、そんなステージングやもうそれに負けないぐらいね、まあ関西なんで、まあ人情のある歌を届けて、まあそうだね、余暇に負けないように、関西のノリと楽しさも、大事に しつつ、このツーマンデスマッチぶつかって、全力でぶつかっていこうと思うんで、ぜひぜひ、まあ皆さんもよろしくということで、余暇も、首洗って待っとけよ。うい、ディオールがなんぼのもんじゃい。バイバイ。